はい、運び終わりました。疲れた。やばいよね。ちょっとまだね、細かいのはねまだあるんだけど、ちょっと大まかなのはこんなにスクイーズあります。ちゃんとまだね保管してあります。段ボールとかやばいよね。このでっかい段ボール1000個ぐらい、1000個はもっとありそうだね。ということで今日はドッキリでですね、しほちゃんが帰ってきてこの部屋に入った時にここにスクイーズがうわーって、家中のスクイーズがうわーって引き詰められているドッキリ。わかりづらでもね、ちょっと今スクイーズもちょっと片付け始めてて、こうやって集めるっていうの、お友達とかにもねどんどんあげていこうかなと思ってるので、ちょっとねここで集まるのが最後かもしれません、うん、我が家のスクイーズをこう集めるのがねこの動画できっと最後になるかなと。懐かしいね、手作り、ね、手作り、リミが原宿で作ったやつ。もうほんとね、一つ一つね思い出がいっぱいなんですけどね。お、しほちゃん懐かしいね、うん、はい、さようなら。さようなら、いやいや、さようなら、まださようならじゃない、まださようならって泣いてんの笑ってるやん。え、はい、じゃあこれをちょっと今からブワッとパパさん記念に一箱ぶちまけてください、うん、まず最初はこのっていうのが哺乳瓶の、ちょっと遊ばないの遊ばないの一個ずつやってたら日が暮れちゃうから、ほら早く帰ってくる前にやらなきゃいけないのよ。ちょっと1個ずつやるのやめようよ。懐かしいけど。じゃこれをね、もうバンバンとやっちゃいます。あー、できない。ちょっといいから。できない。本気本気だよ。ほら、かわいいひよこも見てるよ、こっちよ。ひよこ、いいから、そういう問題じゃなくて。ほら、日が暮れちゃうから、ボーッと出しますよ。あー、はい、ごめん、すくせん。じゃじゃーん。え、でもほら部屋に置くだけだから、別に悪いことしてるわけじゃないでしょ。はい、じゃあこんな感じでね引き詰めていきたいと思います。ママも今ねやりました、一つ。ちょっと BGM 桜とかね。桜なの、卒業、卒業なの。あー、すごい気持ちいいですね。ちょっとこれもうほんと初期の頃じゃない、このパンダちゃんとか、うん、かわいい。誰かね欲しい人が。苦しかったあの頃。何が苦しかったの。意味わかんない、何苦しかったんですか。あ、これはあ、なんか箱がまた出てきて、箱、いい箱だよ。ここから変なもの出てこないよね。変なもの出てきたり大丈夫。あ、中にもスクイーズ、スクイーズ様様でございます、ね、スクイーズを通してしほりみチャンネルを知った方も多分いっぱいいるんじゃないかと。なんか全然知らないのか、うん、パパのいないところで。パパのいないところでとか今わかんないんだけど、やば。あとでね、こっちにもちょっと段ボールが溶けたら入っていきたいと思います。あ、埋まるかな、そんなにない、もしかして。え、埋まる、埋まるか。あ、ミニオンちゃん、これスクイーズじゃなかった、ミニオンちゃんのスクイーズかも。わ、でっかいの来た。わー、でっかいの来た。でっかいの来ました。やば、やばいですね。これ、これ行こっか。これ？これ行って、ここどかして、ここにもスクイーズ。あ、これあんま入ってる。嘘。あ、そうそう、ちょっと見たかった。あ、あ、あ、スクイーズ、お久しぶり。ほら、パパも挨拶して。スクイーズのお久しぶりって挨拶します。
超ミニミニミニが、あ、団子のやつだ。これガチャガチャのやつ。懐かしい。ガチャもやらなくなっちゃったね。ね。あの頃はすごいガチャガチャやってたのにね。もう部屋がだんだん埋まってきましたね。なんかここらき山盛りになっちゃった。そうだね。すごい、絶対1000個以上あると思うんだよね、うん、なんか途中から数えなくなっちゃったから、いや数えられなくなっちゃったよ、この数ね。これ最近、うん、問題ない。懐かしい。トイレ、トイレ、スリッパでしょ。トイレ、スリッパでしょ、トイレなのスリッパだよ。トイレがスクイーズになるわけないじゃん。お、絶対来ましたね。で、ここに、ミックスルーム。おー。クロワッサンとか、でっかいのあったね。ゲームセンターでスクイーズばっかり取ってたしね。難しい。やばい。もう置いてないの。もうなんか、置いて。もうどこにも。どこにもじゃないけどさ、少なくなっちゃったよね。やっぱあの頃に比べると。やばー。あと残り少なくなりました。うわーすごーい、やばい。気になってリードで上げたら、あー、あー、あーって感じだった。どう？ダンボールとか。びっくりした？びっくりしたよ、一瞬で見た時ね。やってくれたな、ちょっと、遠慮せず中に入ってくれ、いただいていいの？それでいいよ。ダメだね。しーちゃん見てよ、これ。ハッピーハロウィン。夢の国じゃないが、ここミッキーの夢の国じゃ、ありません。ディーリー、ごめんね。ちーちゃんがちっちゃく見える、ほんとスクイーズに囲まれてる部屋。ダイブしてみたい。いいダイブして。いいよ。あ、どうしよう。後ろから。イエーイ。気持ちいい？気持ちいい。めっちゃね、開けた瞬間ね、いい匂いよね。うん。ブワーってきて。うん。見た瞬間に、いろんなカラフルなスケーズが、わーってなって、うん、やってくれたなって思った。過去2回目。でもちょっと嬉しかったでしょ？嬉しかった。
久々のスクイーズだよ。お久しぶりってママ挨拶しちゃったもん。嬉しかった。嬉しかったでしょ。ドッキリしてくれて嬉しかった。よかった。久々のドッキリだったでしょ。まだ手洗ってないんだよね。ランドセルとか。あ、そっか。じゃあちょっと一旦ね、手とか洗って改めてしましょう。ちほさん。どうですか？スクイーズに囲まれた宿題は。普通ですね。前はこっちだから全然見えません。そっか。振り向けばスクイーズみたいな。そんな感じ。どうですか？友達呼びたい。確かに。やばいこれね。素早くちょっとこのままになりそうです。数日は。はい。じゃあね、今日スクイーズドッキリ分けました。どうでしたか？最初はびっくりしました。そっか。でもなんかさ、すぐ部屋を出てったような感じだったけど。すぐ閉めたでしょ、扉。開けて閉めた。で、一回リビングの部屋見て、そっか。はい、じゃあね、ちょっと何個かね、またこのスクイーズを、こうやってここにスクイーズを集合させるのは最後だと思うので、何かしらね、もう2つぐらいのなんかこのスクイーズたちと一緒に撮影したいなっていう気持ちがありますね。はい、はい、じゃあとりあえず今日はねドッキリをしましたということで、はい、じゃあ宿題頑張ってください。バイバイ。さっき夜を食べました。めっちゃ美味しかったです。あれはおすすめ。グミペア、3時だおやつだ。